皆さんおはようございます。2022年8月の30日火曜日ですね。衆議院議員の原口和弘です。今日もレクチャーとそれから友人がですねお昼をご馳走しろということで来てくれます。設計塾の同期生の阿部博人くんです。阿部博人くんは私がこれまで、国政選挙10回、県政2回、合わせて12回ですね。その中で敗れた選挙は1回だけなんですが、衆議院の1回目、500票差で敗れて全部の選挙に来てくれてる、まあ恩人の一人です。なかなかね、12回って、まあ彼は作家もしてるんで、そういう自由な時間もあったでしょうに、しかも特にあの真相な時ですね。あの時は一緒の病院に俺もなんかもう持病のチェックをするんだとか言っていつも寄り添ってくれて、こんなあったかい男はあんまりいないですね。でもあの整形塾の時はあのダメさっていうのが彼の口癖で、北海道の名門高校の出身で北大から整形塾に来たんですね。で二言目には同期の仲間をダメさの阿部って呼ばれてたんですよね。あの人のなんていうかな、あの乗り越えるべきところをこう見抜くのもすごくうまくて、でおめえ冷たいやつだなって整形塾の時はですね思ってたんですね。でもそれは彼のあったかさのまあ裏返しっていうか、おい、ここ変えて一緒に頑張ろうよっていう意味だったんですね。手をこう、あの、平沢さんみたいにこうやって振ってですね、ダメさって、平沢さんはあの、縦に、こう、上から下に、あの、手を、あの、下ろす、熱血調の演説の時にそれが出るんですけども、安倍くんの場合はそれが逆なんですよね。下からこうやって上に、ダメさっていう、こう、跳ねのける感じのあれで、なんてやつなんだお前はというのを当時言ったことがありましたね。でも熱い男です。まあ、今回また本をですね、カタカナ語の本を出してるんで、なんじゃそらと、あの血の巡りの悪い原口和弘に教えてやるから、あの飯でも食いながらあの話を聞けということのようです。本当に、まあ、不思議な男ですね。まあ、整形塾は14人同期がいて、亡くなった中日新聞で頑張ってた都築修君を除けば私を入れて13人ですね。都築、本当に親子で整形塾に来てくれたのに早すぎましたね。都築もいいやつだ。都築の絵の詩を作ってて、まあでもそれご遺族に出せるようなもんじゃないですもんね。あの遊びで作ったやつなんで。でも彼もすごく優しい男でした。安倍、池村、小田、加藤、木村、高山、佐藤、都築、原口、樋口、広瀬、的場、三谷、毛利っていう14人なんですね。うん、誰か忘れてないよね。安倍、池村、加藤ですもんね。安倍、池村、加藤、小田。あ、安倍、池村、加藤、いや、安倍、池村、小田、加藤ですね。小田善光。小田善光を忘れちゃいけませんね。小田善光もすごい男で、彼は、あの、東大時代1年間押し入れで過ごしたって言ってましたね。あのどうやってそんなことができるのかよくわかんない。あのすごい音楽家、あの芸術家教育者をの子供さんなんですね。でそれでな、ある時思ったんやと、人間はもう何やってもその理解できんと、こんな孤独の中で生きてていいのかと
思って、自分は教えから出てこれんやったと。でも物事のその白字と黒字を変えたんでしょうね、あの時に。いやでも100人200人300人出会ったとして、一人でもその心が通じれば、それは嬉しいことなんだ、ありがたいことなんだって思った時に涙が溢れてきたと言ってましたね。ちょうど私が県会議員に出る時、小田善光君も苦しい時に来てくれる小山君や阿部君と同じような友人でですね、和弘さんな、演説っていうのはな、みんなに向かってすんやないでと、一人に向かって話しかけるんや。そうするとその人からじわーっと共感の輪が広がっていくと、おられるやろとこう話をしてると必ずうなずいてね、聞いてくれる方が、その方から広げていくんよとかね、いっぱいいいことを教えてくれましたね。彼はルネッサンスユニバーシティ、あるいはリンカーンフォーラムって言ってですね、今もう政治家が選挙の前に討論会をやるのが当たり前になってますけど、それも作り出した男ですね。面白い人たちです。全員言ってると時間がないんで、とにかく今日はその安倍が来るわけですね。安倍君が来て楽しいですね。世界で活躍してる毛利君のようなもいれば、それから牧師で頑張ってる佐藤君のようなね人もいて、広瀬君は通信社に行きましたね。樋口君はもう皆さんご存知の通り、私龍造寺彼鍋島佐賀2区から出て千葉2区でも頑張りましたけどね。国会議員には14人の中で国会議員になったのは、続けてるのは私一人で、代議士に一回でもなったって言うんだったら三谷君がいますけども、なかなかやっぱり厳しいですね。さてその夏休みの終わり、さっき申し上げました、いろんなことをこう辛くなる時でもあります。この夏の終わりにですね、ぜひ心を添えて力を添えてあげてください。それはとっても大事なことだと思います。さっき小田君のところでも申し上げましたけども、自分がこう絶望の淵の中にいると思ってしまうと本当につらいです。私ももうちょっとこの何日か前に、いやもう人間ってこんなもんなのかって思いましたですね。国葬儀のことでも、ご遺族にそれはなんかある右派系の評論家の人が噛みついてましたけども、雑誌の情報をもとに言ってんじゃないですよ。それは自分がその安倍家のなんかこう台貸しみたいな言い方をしてたようですけど、私もちょっともう中身は言えませんけど、恩義があってある方をお迎えするんですね、佐賀に来られる時で。それはご遺族からしたら国葬儀をやめてくれなんか言えませんよ。しかも2億5千万っていうのは、あれはその会場でのお金だけで、もうそれ以外にどれぐらいお金かかるかさえわからない。でこれも岸田氏が決めた話なんですよね。で国葬儀吉田茂さんの時したじゃないかって言うけども、その時の議論はやっぱり大日本帝国憲法下の国葬令を廃止した、それは政教分離なんですよ。で政教分離でやっぱりこうやって国葬儀を しちゃったけど、国葬じゃないですよ、国葬儀って言うんですよ。その法的根拠や基準は作ることが望まれていたわけです、その時も。でも吉田さんが亡くなってもう半世紀以上経ってですよ、未だにその法律はおろか基準もないっていうことは、
やめとこうって話なんですよ。私はあの保守っていう人たちに本当に問いかけたいのは、旧統一教会のシンボルというふうになってきて、つまりエヴァの国がそのアダムの国に、ああいうその侵略をした国が、あの貢ぐその償いをすることは救われることだと。で、国葬儀は基準がないから何なのかよく政府から聞かないと分かりませんけども、少なくとも大日本帝国憲法下での国葬は3つの、あの例しかないんですよ。一つは大喪の例、天皇陛下がご崩御された時ですね。それから皇統の中の、あの叱るべき立場の方がお亡くなりになった時、そして3番目は当時の元首、つまり天皇陛下から賜った国全体での弔い、この3つなんですよ。で、じゃあ今その枠組みはないとすると、その賜るっていうのは主権者ですね。主権者から賜るっていうんだったら、こんだけ反対の方がおられてですね、で静かにこう見守りたい、静かに送りたいっていうことを言ったら、政治利用とかその右派の人は言うわけです。利用する気なんか全くないですよ。むしろ逆にそうやってこんなことも言えないかもわかんない、困っておられたらご本人もおつらいんじゃないか、個人もつらいんじゃないか、ご遺族もそれは国葬にしてもらうっていうのは名誉なことでしょう。だけどもっと違う思いもあるんじゃないかって言ったら、政治利用って本当になんとかな、情けもなければ、あの人の世の断りもないっていう人もたまにいるんだなっていうのを思いましたね。まあどうでもいいですけども、あの国会はですね、その国葬儀についての説明を岸田首相から受けると、もっと他にもやんなきゃいけないこといっぱいありますよね。このコロナ、世界最悪のコロナの状況、経済のこの落ち込み、A でも申し上げました。なんで国会開かないで逃げ回るのかと、昨日もある友人とここで会うと、それは与党の心ある人だってこれじゃダメだって思ってますよ。だから皆さん、これをお聞きの皆さんですね、心を合わせて、いやどうせ変わりっこないんだって思っておられる方々についてもですね、いや変わるんですよ。だけど私昨日一枚の写真が出てきて、なんていうかな、うっときました。それは6年前の参議院選挙の時の写真だったんですね。で、にこやかに当時の民進党の仲間で写ってるんですね。もう場所を言うと誰か分かっちゃうから、まあもうあえて言いましょう。あの6年前の写真、大分に行った時ですね。当時の参議院議員、民進党の参議院議員、私のあの秘書役をやってくださった大島九蔵さんと一緒にですね、大分の足立信也さんのところへ行って、大分のあの山の方でした。何でか知らないけど、足立さんのところ行くときはいつもこの、大分市とか別府市じゃないんですよね。山の方の、本当にあの大分の山の方の街も美しくて、あったかい絆のあるところに呼んでいただくんですけど、そこだったんですね。で、3人で写ってるわけですよ。でももう今や国会議員のバッジをつけてるのは私だけ。他の2人は、足立さんもあんなに強かったのに、あの落選をしてますよね。足立さんは国民民主党、ついこの間まで一緒にいたわけです。私は立憲民主党、それから
大島九州さんは令和新選組、大島さんもこの間の選挙で辞典でしたね。本当に惜しい。で、その写真を見た時にですね、まあ私も8年前の医療ミスでこんなもうなんとかな、もう地獄の苦しみを味わってきましたけども、その私がこういない間っていうか、その死神と戦ってる間にバラッバラになってるんですよね。やっぱりまとめ上げないかなと思います。ちょうど今ここ立ってるところで、この部屋でですね、民主党のあの時30人ぐらいの議員さんが来てくださって、鳩山内閣が倒れるからお前立ち上がって先頭に立てって言っていただいたんですね。あの時に私はここでお断りしたんですよ。小沢さんはそんな風に言わなかった、菅さんを支えろっておっしゃった。まあ菅さんがその後また別のことを言うんですね。で、あと1日あれば郵政改革法案が通るから、これをまずはその副総理に任せて俺たちは団結しようじゃないかって、俺がそんな風にやったらまた別のことになってしまうからって言って断ったんですよね。その時に、なんていうかな、未来を予測力する力があるなんて自分には言わないけども、すっごい落ちぶれた党の姿とその衰退していく日本がガーンと目の前に来たんですよね。で、何なんだろう今のはって松木さんに言ったら、あなたが断ればそうなりますよっていうことを松木さんが言ったのを今でも覚えてます。まあ恨まれましたもんね。お前は決断ができないやつだと、俺らがあんだけ言って出ろって言ったのに、結局出たのはその2回後と、民主党がもうボロボロになる時に野田氏と戦って、もう遅いんだよってある女性の議員さんにですね、もう絶対に許さんって言われたよく私そういうの言われますもんね。いや笑って言う話じゃないですね。でも本当終わったわけじゃない、今から頑張っていかなきゃいけないと。そうですね、小沢さんは本当にこう自分をなくしてですね、いろんなことをこう前に進めてきた人ですよね。で、私もずっと自事公以来もうなんてことすると思いました。まあでも本当不思議ですよね。私をこの世に生み出してくれた直接のあの時の新進党の人は二階さんなんですよね。二階さん、まあ自民党の幹事長を長らくなさいましたですね。そういうのでも想像できなかったですね。1996年の時点で政治はやっぱり動いてます。だけどそれは明確にこういう国を作りたい、明確にこういうことをやりたい、私たちはそれがあります。まあ主が今回国対に戻ってですね、国対のヒアリングもバンバン増えてきましたね。戦うんだって、まあ当たり前の話ですよね。私はこの間ちょっと委員長だとあんまり外出られませんけども、海外での核廃絶、これ12月に3プラス3のアメリカでの会議を予定してますから、それに向けて今一生懸命ですね。アメリカの国会議員、まあ彼らも今中間選挙で頭いっぱい、人が少なくないですけども、頑張って核廃絶の軌道にですね世界を乗せていく、これが私のやるべきことですね。じゃあ皆さんどうぞ良い一日を。いつもの氷川公園、ここですね。上から見るとこんなに狭いんですね。先週はここで財布を落としたかと思って、もう本当にびっくりしましたけど、
もう今財布を持たないで外に。ありがとうございました。じゃあどうぞ良い一日を。ごきげんよう。ありがとうございました。